皆さんこんにちは、ぐうたら旅人です。2023年3月31日で廃止になる留萌本線幌糠駅に来ております。とりあえずですね、周りの風景を撮影したいと思います。で、このね、雪の側には国道233号線が走っております。結構ね、ここね、雪のね、除雪されておりますね。で、隣に駅舎ですね、こちらね。駅名標はですね、あちらにありますね。ちょっとね、雪でやっぱね、ちょっと滑りやすいんでね、ゆっくり歩いております。はい、駅名標です。駅舎になります。電柱がなければもっといいんですけどね、なかなかうまくいきません。はい、じゃあ今度はですね、駅舎内を撮影したいと思います。はい、駅舎内に入ってまいりました。まずは左側をね、撮影しました。はい、次は右側ですね。こちらは廃止のお知らせですね。はい、こちらは駅ノートになります。スタンプ、あれ、さっきの大和田駅ってスタンプ、このスタンプあったかな。まあいいや、これ1枚さ、もらっときましょう。運賃表になります。はい、お隣、時刻表になります。で、本数は上下とも6本になります。では今度はですね、駅前を撮影したいと思います。駅前はこのようにね、雪でね、埋められておりまして、以前夏に来た時はですね、駅前結構ね、広がった駐車場が多かったんですが、ここね、多分雪のね、一旦集める場所になってるんでしょうね。で、後にしてなんか除雪しに来るんでしょうか。こうね、今ゆっくり歩いてますの ね、 こうね、滑りやすいんですよ。で、振り返って駅舎をね、撮りたいと思います。はい、駅入り口にやってまいりました。まずは左側からですね、このようになっておりました。家とかね、はい、今度は右側ですね。
先ほど左側の方を道なり600メーター行きますと、国道233号線にホロヌカというバス停がございます。それが、このホロヌカ駅の最寄りのバス停になります。ではホームに戻りまして列車を待ちたいと思います。ではご視聴の方ありがとうございました。